はい、こんにちは、藤村です。今回は仮想通貨アスターネットワークで送り人になれるかという話をしていきたいと思います。このチャンネルでは投資について毎日配信してますので、資産増やしたいという人はぜひチャンネル登録お願いします。そして動画が良ければグッドボタンもお願いします。今回は日本でもすごく人気のアスターネットワークについてですね。ツイッターとかでアスターの話題したらインプレッションがすごく上がるんですよね。多分やっぱり日本人で仮想通貨やってる人は結構アスターが好きな人もね多いと思います。で、アスターネットワークについては日本人が開発したコインということで、おそらく日本人が作ったコイン、まあビットコインをね除けば、まあ一番ねメジャーなコインなのかなと思います。アスターネットワークはどういうコインかっていう説明を簡単にすると、2019年にステークテクノロジーズっていうね会社が立ち上げたものになります。で、この渡辺聡太さんっていうね日本人の方が作りました。彼はまだ20代ですごく若いです。ちなみに僕の大学の後輩に当たるらしいです。で、2022年の1月にメインネットが立ち上げられました。で、その年21年の12月にポルカドットとパラチェーンの接続を完了させましたと。で、そこから、まあ、国内の取引所だけじゃなくて、まあ、バイナンスをはじめ海外の取引所でも結構上場していて、まあ、そこそこ、若干メジャーなコインにはなりつつあると。で、特に、まあ、日本人が開発してるっていうこともあって、まあ、日本での結構プロジェクトがたくさんあって、まあ、例えば最近だと JR 九州と提携して JR 九州 NFT っていうのがアスターネットワークが使われたものとして、出てきました。あと、このステークテクノロジーズと NTT ドコモが Web3 普及の基本合意っていうのを締結したりとか、あと博報堂とも締結して新会社を設立したりとか、日本の会社といろいろと事業を行っているので、まあそれで日本で人気があるっていうのはね、納得がいくところかなと思います。で、アスターネットワークはイーサリアムで使用されているスマートコントラクトを、まあ、実装する機能を、まあ、搭載していますと。あと、ポルカドットはスマートコントラクトの機能がないんですけど、まあ、アスターネットワークと接続することで、まあ、スマートコントラクトを使用できるようになるということで、イーサリアムの仮想マシン EVN というところと、あとポルカドットをサポートする、ブロックチェーンとして、まあ、機能しております。で、それでイーサリアム上で作成した、DApps をいろいろ開発することができると。はい、なので、まあ、イーサリアムとかポルカドットが需要が高まれば、アスターネットワークの需要も高まると。で、価格についても、イーサリアムとかポルカドットが好調だと、アスターも好調なんじゃないかなと僕は思ってます。で、日本でとても有名なんですけど、僕は若干ね、その投資してる人に、一言ちゃんと言いたいところは、まだまだそれでも草コインのレベルを、まあ、脱出できてないところにあるんですね。まあ、というのも時価総額がまだ今ね、現在で107位なんですよ。まあ、100位前後のコインなので、まだまだメジャーアルトコインというところまでは来てないので、そこはちょっと認識した方がいいかなと思います。ビットコインに投資するとか、イーサリアムに投資するのと、マスターに投資するのはちょっと違うんですね。まあ、株で言うなら、ビットコインとかイーサリアムはガーファンみたいな超メジャーコインなんで、メジャーな銘柄なんですけど、アスターネットワークはあんまり人が聞いたことないような会社の株に投資するようなもんだと思った方がいいと思います。ちなみに100位前後のコインはこんな感じになってます。パンケーキスナップとかフレアとかベーシックアテンショントークン、あとネムあたりと時価総額は同じぐらいという感じになってますので、まあ、まだまだね、その長期投資するにしてはちょっと草コインすぎるので、僕はあんまり長期投資にはおすすめしてないというか、まあ、僕自身はちょっと投資判断の基準からすると、ちょっとまだまだかなっていうところがあるので、その辺を認識した上で皆さんが投資するのかしないのか考えた方がいいと思います。で、チャートはこんな感じになってます。メインネットが起動したのが、まあ、2年ぐらい前なんで、まあ、前回のバブルの時に完全にあったコインっていうわけじゃないんですけど、2022年の1月に海外取引所でバーっと一気に上場したので、まあ、そっから急にね盛り上がって爆上げしたっていうのはあります。最初 0.1 ドルぐらいで上場したのが、まあ、一気に、4月ぐらいまでは上がっていって、0.33 ドルぐらいまでは上がりました。だから上場して3倍ぐらいになったんですけど、まあ、その後、安値は切り下げてしまって、今サポートライン、大底としては、まあ、0.03 ドルぐらいまでありますので、まあ、最高値から見ると、ちょうど10分の1ぐらいになってしまったんですね。
で、この10分の1になってしまったというところが、まあ実は今後どれぐらい上がるかっていうところの、一つのね、ヒントにはなると思うんですけど、だいたい最高値から10分の1ぐらいまで上がったコインっていうのは、次のバブルが来ても、史上最高値更新しないってことが結構多いんですね。まあ例えば、NEM とか、XRP とか、まあその辺のチャートを長期的に見てわかると思うんですけど、バブルが来てボンとね、またイナゴ作ってきても、前回のバブルを超えないっていうパターンがあるので、アスターネットワークについても、次仮想通貨バブルが来たとしても、0.33 ドルっていうね、最高値を超えないかもしれないと思った方がいいと思います。なので、まあ大底で買えたとしても、10倍にはならないかもしれないというね、認識を持った方がいいんじゃないかなと思います。その辺考えると、ちょっとツイッターでアスター関連の、そのアスター推しですみたいなアカウントやったら多かったりとか、アスターは絶対将来100倍になるとか1000倍になるとか言ってる人もたまにいるんですけど、ちょっとそういう感じではないかなと思うので、まあ僕はまあ冷静にもうちょっと有力なレイヤー1のコインに投資するとか、まあビットコインの長期投資するとか、まあそっちの方がいいんじゃないかなというふうに思ってます。あと発行条件がないんですね。まあイーサリアムとかも発行条件ないんですけど、ビットコインが2100万枚っていう枚数が決まってて、流通してる枚数がどんどん少なくなってきて、価格もどんどん上がっているっていうのがあるんですけど、このコインについては発行上限がないので、その辺は認識した方がいいと思います。っていうことを踏まえると、まあ、送り人が急増するかどうかで言うと、まあ、ちょっと微妙なのかなと。バブルが来て数倍ぐらい取れる可能性はあるかもしれませんが、まあ、桁違いに資産が増えるという感じではないのかなと思います。ただ、このアスターネットワークは、まあ、日本人が作ったコインでもあるし、創業者は僕の後輩でもあったりするので、個人的にはね、日本人が作ったブロックチェーンがどれぐらい普及するのかっていうところはね、僕は注目してはいます。はい、ちなみにアスターネットワークをトレードしてみたいという方は、仮想通貨取引所バイビットがおすすめです。バイビットでは現物取引だけじゃなくて、レバレッジ取引もできるようになってます。で、バイビットは、今初回登録と入金で最大450万円分のテザーがもらえるキャンペーンやってますので、口座持ってないっていう人は概要欄とかコメント欄から登録してみてください。今日の動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。そして僕の SNS、スレッズ、ツイッター、インスタグラム、TikTok もフォローお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤原の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。